もとひょっこりひょうたんちま。おにちずこちょでございます。簡単な曲もコード奏法で弾けるととっても便利。ああ、便利。夢るんから星に願いをまで本日はこれでさようなら。それでは、明日も良い日、明日ももっともっと、今日よりさらにパワーアップ。毎日できると思えば必ずできます。粘り強さに、自信を持たせる会話、自信を持ち、この会話いい子だ。それでいいのだ。この言葉が大切になってきます。子供たちも繊細、ナイーブな子供たちが多いです。ちゃんと先生の的確なアドバイスを聞く子はどんどん伸びていきます。毒婦もちゃんと克服できます。常に良い言葉書きをかけてあげましょう。それではまたね。ぽわぽわでも。なんか悪いことしたのかな。なんかいたずらしてやろうかな。企むのが陰謀。
棒は棒でもうまい棒。ロスに何する。イカ食べたかい。上から呼んでもトマト、下から呼んでもトマト。あっという間の食べ頃。当たり前だのクラッカー。子供たちも実に、本来子供というのは遊びが大好きです。遊びを取り入れてゲーム感覚でソルフェージュ、これが今の時期には特に大切になってくると思います。コードネームの種類から音当てクイズ、あみだくじを一緒に書いてみたり、楽しいな、できたね、その調子だ、曲に応じた音色にいろんなバリエーションで弾ける、これもとっても大切になってきます。明日もまたこうご期待くださいな。できると思えば必ずできるのです。ちゃんと自信を持って深呼吸にリラックス、深呼吸にリラックスです。毎日頑張り、頑張らなくてもいい日があってもいいのです。それではね、本日のゲーム、ゼペットじいさんでした。ピノキオを作ったアーティゼペットじいさんが星に願いをお届けいたしました。とさ、ジュゲムジュゲムジュゲム、できると思えばできるのです。アマピー、商売繁盛、家内安全、交通安全、春夏秋冬、本日も起承転結、終わりのない音楽会でございました。ちょっと相撲神阿部教官151。それではね、さようなら。